はい、今回はですね、オムニス最終編になります。エフェクトの概念とパラアウトの概念、ここを説明したいと思います。最初にエフェクトですかね。この FX っていうのを押すとエフェクト画面に飛ぶと。で、ここにも見てください、 A、B っていう概念があるんですね。これはその第2回目の動画から、ここに A、B という概念があるよってのをお伝えしたんですけども、どっちにかけるのってこともできます。あ、なのでB だけにディストーションをかけたりとかコーラスをかけたりもできますよと、はい、試しにやってみましょうか。 B にコーラス、フェーザーとかでもいいかな、フェーザーかけていくと、こんな感じで簡単にエフェクトが立ち上がるよと。そしてこのコモンってやつは AB 共通ってことですね、はい、両方にかかるよと。いってみましょう。こんな感じになっています。あ、でここでちょっとまあリバーブが深すぎたなと思ったら、このサイズ感を減らしたりとかいう風に作っていったりできますね。まあ2つにかかるんで強烈に効いてくると。ディストーションとかもありますしね。こういう風に作っていけると。で、4つまで立ち上げられます。で、まあ、今、この設定取っておいて、オフにしたいな、という時は、バイパスを使えて、ここをクリックすると電源が消えますんで、一時的にこれをオフにできると。音を聞き比べるにはすごいいいですよね。良くなってるのかとか。こういう風に、リバーブも一緒。というのが、この、エフェクトの概念になってます。ここに関しては、まあ、この矢印クリックして立ち上げるし、消したいときが一番上のノーエフェクトになると。これで消せます。ぐらいで、あとはいろいろもう自分で好きなように試していっていいんじゃないかなと思いますね。ディレイとかは結構こう使えますね、このあたり。こんな感じになったりとか。まあ、シンセっぽくはなりますね。はい。っていうのをここ覚えておいてください。そして、パラアウトの方に行きましょうか。今、オムニーはですね、1から8まで、こう好きな音を8つ入れられるんですね。今までは結局この1の中だけで音作りエディットをしたりとかしてましたけど、2番3番っていうのを好きな音色を入れられると。でこう決めて、2番でここで3番、4番で音を立ち上げることができるんですけども、でパラアウトの方法非常に簡単です。このマルチっていう画面見ていただくと、そうするとこの今1番、2番、3番、4番っていう音色があってですね、このアウトっていう部分、アウトがこれ1から8まであるんですね。一応 A から H ってなってますけど、これをそれぞれ音色ごとに B、C、D って割り当てるんですね。あとはダウ側のそのパラアウトの方法、キューベースの場合パラアウト動画などもあるんで、そちらと、あとブログにもですね、パラアウトの方法を記載してるので、まあ、ここでコントロールできるよっていうのをしっかり覚えておくといいかなと思います。キューベースの場合はこのインストルメントトラックからパラアウトできないので、ここから立ち上げることになりますかね。 VST インストルメントですね。ここにオムニを立ち上げてあげてください。こんな感じになると、オムニは立ち上がりましたよね。でここで要は2、3、4ってこう音を割り当てたとしましょう。2、3、4、こんな感じでマルチ見てみると、4つ、今僕は音を割り当てました。アウトを A、B、C、D。要は、1個は A。もう1個は B、C、D に変えていくと。はい。で、このダウ側の設定になりますね。VST インストルメントから、ここの部分を押して、今 A だけが有効化になってるから、B、C、D と、言った感じになると。あとは今 A のとこなってますよね。で例えばこれを B にした、2チャンネルですね、ちゃんと B から出てますよね。で3チャンネルでこんな感じになるし、4チャンネルで最後 D から出ますね。あとはここでボリュームバランスエフェクトなどを調整すればバッチリ、1つのオムニスフィアで、8つまで音が持てるよと。
オムニ自体そんなに軽いあのソフトシンセじゃないので。そうですね、2個3個立ち上げたら結構なものになっちゃいますよね。はい、はい、というのが、まあオムニ第1回目から解説してきて、最後パラアウトで締めるとはい言った感じです。何か聞きたいこととかありますか。じゃあ最後にこうオムニスピアのおすすめのベースの音色とかあったりしますかね。今僕トリリアンっていうソフトも使っていて、はい、その2つをインストールするとですね、ここからですね自動的にトリリアンの、ライブラリも追加されて混じっちゃうんですね、はい、でこういう時はこのディレクトリーからですねオムニだけを表示するってこともできるんです。こうやって選んでですね、そしてまあこう見ていくとカテゴリーの中にですねシンセベースっていうのがありますから、かっこいいですよこの辺りは。でこの間第1回目にやったプレビューロードを入れてあげて、まあ派手なものからまあ原始的なものまで結構あったりとかしますね。はい、はい、でアルペジオもですね解説入れたと思うんですけども、実はもうアルペジオのパターンって最初からあったりとかしつつ、これ今弾いたコードを弾くだけでこうアルペジオになってくれるっていうのがいろいろ入ってると。とパーカッションもありますよ、こういうあの主に意外かもしれないですけど、こういうダンス系かつエレクトロなドラムキットなんかもあったりですね。でヒューマンボイス、これはですね人間の声でコーラスなどがいっぱい入っていますね。ジャズコンボス、こんなこともできると。はあ、オムニスピアっていろんなもの入ってるんですね。生も結構入ってるんですね。でインパクトヒッツ、さっきのこの エレクトロパーカッションとも似てるんですけども、こうインパクトがあるような、今っぽい感じとか、ハウスっぽい音とか、ああといった感じですかね。はい、はい、主にですね第4回目最終回とさせていただいて、トリリアの解説なども引き続き行っていきたいと思いますんで、お楽しみにしててください。はい、じゃあ今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。